みんな席ついて席ついて、いいから先に着きなさい。いいから。圭介くん、静かに。ちょっとゆうすけ、何してんの？しゅんと、いいからいい。私ですね、浦上天主大学の教授を務めております岩永と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日私が行う講義で提唱する説はこちらですね。1999年生まれの人間最強説。本日はこちらの説について解説していきたいと思います。あ、ちょっとすいません、ちょっと電話が。あ、もしもし。うん、どうした？うん、私も好きだよ。好きだけど今はちょっと彼氏いらないっていうか。うん、そうだね。だけど仲良くしたい。怖くも？いや、何言ってんの、そんなことないって。うん、え、怖くも？何？コークマ？すいません、ちょっと告白されてました。気を取り直してこちらですね。はい、まあ、1999年生まれの人間最強説ということで、こちらを、まあ、本日は生かしていただこうかなというふうに思います。1999年生まれの人間って、このように今存在する人間の中で人類史上一番モテてるって言われてるんですね、私調べで。で、私の生年月日っていうのも本当にたまたま1999年生まれなんですよ。すいません。その1999年生まれの人間がなんでこんなに最強になったかっていう、はい、一つ目こちら。年上からも年下からもそこまで上だとも思われないし、下だとも思われない。どういうこと？疑問符言うすか、自分で。思ってる人いると思うので、はい、黙れ、解説します。まず年上の場合です。年上の方と年齢の話になった時、1999年生まれっていうのと2000年生まれっていうのではたった1年しか差はないのに、年上の方から感覚的に親近感を持たれやすいのって1999年生まれなんですよ。例えば2000年生まれの方と年上の方の会話を今再現してみますね。ってことは何年生まれだ？2000年生まれなんですよ。2000年って、マジ俺からしたら超最近だよ。大丈夫？ちょっと俺酒とか酒とかマジでいいわけ？ちょっと毛とか生えてる？大丈夫？ちょっと見してみ。うん、まあこうなるんですよね。けれども1999年生まれの場合はこうです。ってことは何年生まれなの？私1999年生まれなんですよ。あ、99か。いやでも若いよ99って。でも長谷川さんは1991年生まれじゃないですか。確かに同じ1990年代だしな。まあ精神年齢も同じぐらいだよな、俺ら会話してて思うけど。だけどやっぱ長谷川さん仕事の時はすごい頼りになります。頼りにしてます。別にそこは全然俺は一緒に助ける。はい、こうなっちゃうよねと。必然的にこっちが願ってなくてもこういう状況に陥っちゃうよねと。それぐらい1999年って素敵だよねって。もちろん2000年も2000年すごく素敵ですよ。ちょっと急に炎上にビビって、急に叩かれることにビビって。そして年下の男の人の場合こちらですね。やっぱりね、若い頃の人間っていうのは男女ともにですけれども年上を好む傾向にあるんですよ。2001年生まれ、2002年生まれあたりの男の人なんてもう一発で落とせますよ。1999年の人間からしてみてね、もう恋キングレベル、もうやむちゃレベル。例えばバイト先、あ、すいません、今日からお世話になります、ゆうすけっす、よろしくお願いします。ゆうすけくんよろしく。ゆうすけくん何歳？自分19で今年20歳の代っす。え、みなにさんは何歳なんですか？1999。あ、1999。好きになってもいいですか？これ絶対これ。ほんで多分仕事めっちゃできるってね、私。あ、ちょっと嘘の後輩のミスけど。あ、大丈夫、ゆうすけくん、うん、私がやったから、うん、お疲れ様です、頑張って。な、ミス全部フォローしてやるよ。あ、私が任しとけよな。あ、私結構仕事できることで有名。はい、続いて1999年に生まれたことで得したことっていうのが実はありまして、それがこちら。SNS 普及のタイミングが本当にちょうどよかった。 LINE っていうのは我々が中学に上がったタイミングくらいでようやく出てきたアプリなんですね。ね、ちょうどいいでしょ。そして高校で Twitter、インスタが流行り、そして大学で TikTok みたいな感じでね、本当にちょうどなんか自分をギリギリ客観視できてるかなぐらいのタイミングで SNS っていうのが普及していったんですよ。だから他の年代の方たちに比べて1999年生まれの人間っていうのはこの黒歴史を晒していることっていうのが少ないんじゃないかなと比較的思うわけですよ。私ですね、本当にもう最近何度も思うことがありまして、それが自分が小中高時代の時に TikTok が流行ってなくてガチでよかったなと。大人になった今でさえも自分を客観視する行為っていうのはすごく難しいのに、さらに客観視ができていない小学校中学校時代ですよ、あの恐るべし TikTok っていうアプリが存在していたとするならば、もう絶対芋を極めとる忍たま乱太郎のしんべヱみたいな面白フェイスのくせに、もうガチの TikTok
ムのキメキメ踊りクリエイティ動画とか絶対上げてましたもん。もう上げてる自信しかない。私マジで小学生の時とか全然ヒゲとかも腕毛とか生え散らかしてたんですよ。生え散らかしてもメゾピアノ着て二つ結びでしたからね。もうメゾピアノのポンチョとか着ちゃって、ほんで二つ結びででヒゲ生えて、なんやってどっちやってどっちなんだって、男女どっちかまずはっきりさせるやっていう。お嬢様ごっことかしようもんなら主役、お嬢様役はもちろん私でしたし、他のやつらに主役とか一回も譲ったことないですよ。他のなんか友達にはなんかお前お父さん役やとけって父親役とか担わせたこと多々ありますから。あとごめんなさい、私小学生の頃にね、なんか薬物の乱用を禁止する、薬物はこんな危険なことがあるから気をつけようね、もう使っちゃいけないよみたいなね会をね学年集会で開くみたいなのがあったんですよ。その会では薬物乱用を禁止するための寸劇が行われて、で私はその主役に立候補したんですよ。で私は学年全員の前で怪しげなスカウト男に薬物を勧められモデル志望の女を演じたわけですよ。これマジの話ね、作り話とかじゃなくてマジの話、マジの小学校の頃の私のエピソード。しかもねその主役、その薬漬けになる役、あのオーディション制だったんですよ。1週間前ぐらいに、あ誰かの薬漬けになりたい人、私がはいって名乗り出て、結構なんか15人ぐらいいたのかな、その女の子がね。で昼休みぐらいに集まって、で一人一人ずつこうセリフを言っていくわけですよ。でその中で一番演技が上手かったやつがあのそのなんか薬漬けになれるっていうそういうのがあって、で私は上手かったんだろうね、私は、もう無事主役を勝ち取ってオーディションにね15人の中のうちの1人に選ばれて1位ですよ。私が1位ですよ、皆さん2位じゃダメですよ、1位なんですから。もうその寸劇の時に発したセリフ私まだ覚えてるもんね。怪しげなスカウト男はタックンやってくれたんですよ、小学生時代の友達ね。今何してるか知らん、何しようとか、タックンからちょっと君モデルやってみなって言って、で私が芸能プロダクションの人ですか、何ですかって言うっていういちいちこう一歩踏み込まないといけないっていう、なんかその結構本格的な演技指導とかもされちゃって、で私も全然それああ行きますよ、ああやってみますとか言って、え芸能プロダクションの人ですか、何ですかかっこいいやろって香川照之もお手上げレベルの会員もさせていただきましたよ。だからなんかアカデミー賞まだ受賞しないのがなんか不思議やもんね。日本の映画界はすごい逸材ば今ね見放しとるよ。ほんで何の話だったっけ、話脱線しすぎじゃないですかこれ、まあ、だからこの各 SNS がですね普及するタイミングが本当にちょうど良かったので、黒歴史を必要以上にこう生成していないんですね、1999年の人間っていうのは。あとはですね、何でしょうね、1999年がモテる理由は。何なんですか、ないな、ないなとか、いやあれですよ、なんかありすぎてないみたいな、逆にみたいな。1999年に起こった出来事を調べてみましょうか。1999年7月にノストラダムスの大予言って、あの人類が滅亡するって言われてたの知ってます？本当に滅亡する予定だったんですけど、あの止めたの私です、はい、あざます、あ止めました、うん、いかんいかんっつって、生まれるけんっつって、あの止めてくっか、世界救ってくっかっつって、あの私が止めました、はい、マジですこれあとほら団子三兄弟ね、うん、ほらもうこれだよ、一番でかいかもしれない、団子三兄弟が空前のブームを巻き起こしたんですって。多分ここからじゃないかな、その三兄弟自分も作りたいって言って夫婦がこう言った、そういうあれが増えたのは石原慎太郎が東京都知事にとか、ああこれもいいよね。あとほらなんだ、高さが15センチから20センチの厚底靴がすっごい人気、ほら今厚底に助けられてる人って何人いるのって話ですよ。チャンネル登録お願いします、何でもするから、インスタはしたから、チャンネル